こんばんは、マスです、今回も全日本実業団準優勝の安藤選手に来てもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。安藤です。安藤選手の、ね、長い付き合いなんでこうやってまた出会えて嬉しいです。思ってないと。ありがとうございます。いや、嬉しいです。昔からこういう感じなんでね。で、今回は、安藤選手にコラボさせてもらえるということで、はい、ラケットをね、ラケットですか、聞いていきたいと思います。はい、企業秘密ですか。ありがとうございます。教えてくれるということで、いろんなこと聞いていきたいと思います。はい、じゃ早速、使ってるラケットを教えてもらっていいですか。はい、じゃあ、ミズノのディオスのプロワールという新しいやつね。はい、知ってますよ。知ってますか。この間ね、クシノ君になって、ね、聞いてきました。そうなんですか。そう、使いやすいよね。はい、結構打ちやすいですよ。僕にもね、プロワールドの全とかネットプレイヤーの方を使わせてもらってるんですけど、はい、これね、ストローがこっちよりも多分こっちの方が打ちやすいかなっていう感じはした。まあ全員もですもんね。うん、まあでもボレーもやっぱこっちの方が、はい、でもなんかどっちかというとこれどっちもいける感じだから。そうですね、確かにいいかなと思った。なんかいろんな種類あるじゃないですか。ディオスね、今いろんな種類あるんですけど、なんでこのプロワールド選んだんですか。いろいろ出してもらったんですよね。あ、水野さんにね。はい、で、バットもいつも自分使ってるやつを、うん、なんかたくさん種類全部それで発表、で、条件を整えた上で、はい、そうです。重さとかもまあ、調べでいろいろ打ったら、うん、ここプロワールドがいっちゃんしっくりきたんで。まあ人それぞれあると思うんですけど、うんうん、まあ自分はこれを使ってます。はい、あ、でかっついそうやって水野の人と、はい、打ち合わせをして、そうですね、このラケットを選んだので。はい、テニス人生何年目ぐらいですか今。小1からなんで。小1から。7歳ですよね。で、18年とか23の年なんで16年目ですかね。すごいね。長いですね。16年目すごいな。まあ16年間もやってたらね、はい、きっと今までいろんなラケットを使ってきたと思うんですけど、ね、今回この EOS のプロワール使ってみてどうですか。今の自分としてはすごい満足いくというか、先日の全日本実業団の時も、あ、これ使ってましたし、はい、あ、これじゃあ優勝ラケット、あ、優勝、準優勝ラケットこれ。そうですね。優勝ラケットって言われたんで、それができたら変わっちゃうかもしれない。まあでもすごい今のところ満足いくプレーというかできているので、ありがたいですね。はい、まあ、確かに優作はあれだもんね、なんかボレーもするし後ろもやるし。そうっすかね。いきなり前出るもんね、だってね。最近やってない。やってないっす。本当に。はい、やってもまずいかない。でもなんか前はさ、はい、なんか本当にそこで前出てくるのみたいなのよくやってたよね。ああ、なんかそういうのが好きだったかもしれない。ちょっと色気づいて。昔は。え、俺高校生の時から来たの。高校生の時たくさんしてましたね。よく怒られてました、それで。まあでも決まることが多かったんじゃない。決まりそう。なんかだってさ、そこにいないだろうと思ってさ、こういうがさ、前にポーンって返ってきたボール。ああ、やっぱりしたね。ボレーしに行こうでしょ。ああ、ちょっと色気づいてましたね。色気づいてたね。はい、色気づいてたわ、優作。はい、もう色気づいてたら、これもまた楽しいんですけど。はい、今落ち着いて。はい、なんかボレーもしやすいですし、ストロークもボレーもどっちもいけるって感じ。はい、ストローク重視で前選んだのも選んだんで。うん、今そうでね、こういうスタイルだもんね。はい、ストロークすごいしやすいですけどね。打感はどんな感じなの。硬いの、柔らかいの。硬いと思います、多分。硬い方は、まあ、自分自身結構硬い方が好きだと。あ、硬めが好きなんだ。多分、はい。硬い方だと思うんですけどね。違う、それも。でも感覚のね、問題だから、それはそれでいいと思う。はい、僕もね、この間福島君に会った時にいろいろ指導させてもらって、ディオスのプロアルもちょっと出してもらったんですけど、食いつくというよりかはこう弾くというか感じの方が強いのかなと僕は思いましたけどね。まだ、あ、僕ねプレイヤーじゃないんで、ね、感覚がおかしいのかもしれないけど。ガッテリもやるんじゃないですか。まあ確かにね、はい、確かにガッテリもやるね。はい、じゃあ今ガット何使ってるんですか。ガットですか。ガットはもうずっと豪勢さんの、うんうん、X5S っていうシリーズを。 X5S? はい、見たことないですか。ミクロパワーじゃなくて。じゃないですね。まあ、僕が1年生まれないって言ってたんですけどね。でもずっと昔から買ってんだ。ずっとですね。
変わんないです。高1の、高2ぐらいから変わんないです。へえ。横も縦も一緒？いや、横と縦違うんですよね、これ。横は何？なんだったっけ、なんかその辺忘れちゃった。なんで？こっちの使って、手くって言ったかな。柔らかめなんですよ、横が。切れるとき横が切れるんですよ。え、そうなんや。はい。そのやっぱ横の方が切れやすいか。縦がめっちゃ硬いんですよね。へえ。こいつ何ポンドで貼ってるんですか。31です。31。はい、31、31。じゃあ結構固め、まあ、そんなもんか、こういうのだったら。そうっすかね、なんとなく。こだわっていきましょう。そのぐらいがしっくりくる。すごいね。あ、じゃあその、シダするときもこういう風に全部貼ってもらって。そうです、そうです。でもがっつり、ありがたいね。はい、それだけね、今後日本のソフトテニス界を背負っていく選手なんでね、これからも応援してます。ね、じゃあこのプロワールはね、ちょっと使いやすそうなんで、僕もスタッフで借りてみたいと思います。どうぞ。どうぞ。はい、僕ね、結構こうやっていろんな選手に使ってるラケットとかこだわりをね、聞いてもらってるんですけど、はい、やっぱいろんな選手それぞれ違ったね、こうこだわりとかあって面白いなと思うんですけど、はい、そんな中でよくそのコメント欄とかで、ラケットは何で選べばいいですかとか、そのこだわりはどういうものですかって聞かれることがあって、まあ、僕その硬い柔らかいぐらいしかちょっとあんまりこだわりがないんでわかんないんですけど、まあ、選手的にはこうラケット選びのポイントやコツが何かあれば教えてほしいなと思います。そうですね。なんか中高生って結構新しいラケットにこう飛びつきがち。だしデザインとかも結構。そう、デザイン重視になりがちだよね。なりがちですけどね。まあでもやっぱ一本一本違うものなんで。うんうんうん。なんですかね。やっぱ硬い柔らかいもそうですけど、重さだったり、うんうん、グリップの太さとかも。うんうん。なんか違うものがたくさんあるじゃないですか、ね。そうだね。はい。もし、なんですかね、友達に貸してとか、ね、違うラケットを借りて打ってみたり、うんうんうん、して選ぶのもありなんじゃないかなと思いますね。そうだね。しかも今結構シダやってるね、ショップとかの方もいらっしゃるみたいだから、はい、そういうところでシダをねやらせてもらったりとか、持ってる友達にね借りたりするだけでもだいぶイメージ湧くと思うんで。使ってみてほしいなと思います。はい、そうですね。で、最後に、はい、この動画を見てくれてる中高生の人たちに向けて何かこう一言もらってもいいですか。まあ、ラケットについて。あ、はい。ラケットについて。ラケットについて。まあ、まだこの自分が使ったことないラケットっていうんですかね、まあ、たくさんあると思うんで、うんうん、まあ、その中には自分の力をもっと引き出してくれるラケットがあるかもしれないので、うん、まあ、ぜひこだわってラケットを選んでみたらいいかなと思います。まあ、水野を使ったことない人も中にはたくさんいると思うので、ぜひね、打つ機会とかあれば打ってみて使ってみてください。そうですね、メーカーによってね、いろんな違いもあるし、はい、好みもあると思うんでね、一回試してもらうだけでもね。そうですね、何かな、違いとか、もしかしたら自分に合うラケットが、ね、見つかるかもしれないんで、はい、試してみてください。はい、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。